Shimeitehai. と離れた山の奥、近くで足音が聞こえて、俺はとっさに踵を返し、音を立てぬよう獣道を駆け抜け、寝床にしている洞窟へと帰ってきた。穴の入り口を落ち葉と枝で隠し、気配を消して息を潜めた。足音の主は人間だろうか、熊だろうか、血に飢えた野犬だろうか、何にしても見つかったらおしまいだ。穴の中でしばらく耳を澄ました。大丈夫だ。何も聞こえない。うまく逃げ切れたようだ。深いため息を吐いて仰向けに寝転がると涙がこみ上げてきた。俺が何をしたって言うんだよ。人殺しをしたわけでもなければ、人から大金を騙し取ったわけでもない。ただつつましく、ごく普通の毎日を生きてきただけなのに、ある日突然、俺の身に懸賞金がかけられた。それも半端な金額じゃない。人間が一生を遊んで暮らせるほどの大金だ。しかも懸賞金は、俺だけでなく、俺の家族全員に対してかけられている。それ以来、一家揃って山の奥へ奥へと逃亡生活をする羽目になってしまった。腹が痛い。三日前に食った毒々しい色をしたトカゲが悪かったのだろう。キャン。むせた拍子に喉の奥から苦い胃液が出た。もう吐き出すものも何も残っていない。吐き気と空腹という相反する生理反応が胃の中でせめぎ合っている。あんなもの食うんじゃなかった。毎日気楽にノウサギでも捕まえられたら最高だが、動物の足音が聞こえても、それがもし人間だったらと思うと、恐怖に負けて尻込みしてしまう。おかげで何の腹の足しにもならない上に、明らかに見た目が怪しい昆虫や爬虫類を、いつかばちかで食べる羽目になってしまうのだった。遅いな、親父も兄貴も。まさか捕まってないだろうな。洞窟では三人で暮らしている。兄貴とは朝に別れたが、親父はもう一週間近く帰ってきていない。親父は変に責任感が強いところがあって、一度狩りに出ると大きな獲物を捕まえるまでは戻らない癖がある。不意に入り口を覆っている枯葉が鳴った。誰だ。穴の奥へ入り戦闘態勢を取った。誰かが入ってくる。大丈夫だ、俺だよ。兄貴の声だった。何か捕まえたのだろう。大きめの獲物を引きずっている。兄貴か、よかった。無事だったのか。ああ俺は無事だよ。兄貴が震えた声で言うと、獲物をどさっと放った。見ろよ、これ。親父。兄貴が持って帰ってきたのは親父の亡骸だった。駆け寄って冷たくなった親父の体にすがりついた。野犬にでも襲われたのだろう。体中あちこちの肉が剥ぎ取られ、骨がむき出しになっている。畜生、畜生、畜生！いつもは冷静沈着な兄貴が感情を爆発させて叫んだ。なんで俺たちだけこんな目に遭わなくちゃならねえんだよ！兄貴は自分の頭を激しく壁面に打ちつけて、怒りに身もだえしている。やめろ、やめろよ兄貴！そんなことをしても親父が帰ってくるわけじゃない。兄貴の額に血が滲んでいる。噂では俺たちの死体にさえも懸賞金がかけられているのだという。死体を手がかりに後をつけられてもたまらない。俺たちは家族の誰が死んでも
必ず自分たちで葬るというルールを決めていた。お袋の墓に一緒に入れてやれ。まあ、親父も喜ぶよ、きっと。洞窟の隅にある小さな土の山を見た。お袋が好きだった花が添えられている。毎日兄貴が摘んできて取り替えているのだ。お袋は病死だった。薬も知識も持たず、ろくな食事も取れない俺たちにはなすすべはなく、日に日に衰弱していくお袋を俺たちは文字通り見殺しにした。ああ、親父！兄貴、静かに。再び感情を爆発させた兄貴を静止して耳を澄ませた。遠くからかすかに人間の声が聞こえたのだ。おい、どうした？こっちさもいっぱい生えてらど。うん、だが俺も今そっちさ行くど。夏の暑さも去って、最近は朝晩がぐっと冷え込むようになった。声の主はおそらくキノコ狩りの連中だろう。この季節はこういう行楽客まで山の奥へ入ってくるから気が抜けない。今度は腹痛ではなく、明らかに空腹で腹が鳴った。体調が戻ってきたようだ。土の上を一匹のミミズが這っているのが見えて、躊躇なく口に入れた。口の中で身もだえするミミズを噛むと、プチッと弾けて中からドロッとした液体が出てきた。うえ、食感こそはクリーミーだが、苦くて泥臭くてまずい。それでも俺たちは何か食わないと生きていけない。かつてはふくよかだった俺たちの体も、今ではガリガリに痩せ細っている。おそらく町中に貼られた手配書の似顔絵と今の俺たちの姿は全く別物なのではないだろうか。だとしたら、このまま堂々と人里に降りて食料を探しても誰にもバレないのではないか。いや、まさか。楽天的な空想が脳裏に浮かんでは消えていく。おーい、こっちさもいっぱい生えてらど。ありゃりゃりゃ、こっちさもあっちさも凍ったにどっさり。いやー、この辺り宝の山だな。こりゃ売ればいい金になるぞ。キノコ狩りを楽しむ行楽客の危機とした話し声がどんどんこちらの洞窟に近づいてくる。大丈夫だ。奴らはキノコを探しているだけだ。洞窟に入ってくることなどない。絶対に。俺は兄貴と目を合わせて、お互いに言い聞かせるようにうなずいた。だばって、キノコだばカゴいっぱいに取ったって、5,000円かそこらだべな。ツチノコでも捕まえれば、1億円ももらえるんだぞよ。だもしかして、こったら穴の中さ、ツチノコが隠れてたりしてな。入り口を塞いでいた枯葉が、ガサガサッと音を立てると、眩しい光の筋が差し込んできた。泣かないで、この世界には信じられる。だってこの世界には信じたい人がいるだけなんだ。もし誰かを絶対許せないと思ったら、それは世界で一番小さな戦争を始めたのと同じだから、怒ったら負けだ。
立てるなよ。どうした